今日県内では新たに116人の感染と2人の死亡が発表されました。内訳は新潟市が30人、それ以外の市町村が86人です。年代別では10代が24人、40代が21人などとなっています。また、新潟市は2人の死亡を発表しました。いずれも65歳以上の高齢者で、 このうち1人は基礎疾患があったということです。